これはどうなんだろう。このまま、うお、なんか落ちたな。隕石らしきものが落ちたよ。落ちてる落ちてる。うわー、これはやば。はい、どうもバンクシュです。今日はですね、こちらのゲームですね、プラネットクラフター、こちらのデモ版に挑戦していきたいと思います。でですね、今イカルスの方をゲームプレイしておりまして、ずっとね動画実況の方配信させてもらってるんですけども、ちょっとね裏作業の方に時間かかっておりまして、間がね空きそうなので、前から気になっていたねこのプラネットクラフター、まだ本編は発売されないんですけども、デモ版が配信されたということで、今回ね単発になりますけどもプレイしていこうかなと思っております。ゲーム内容としてはイカルスと一緒で、テラフォーミング系のサバイバルゲームですね。敵対的な惑星に降り立って、まあ設備とかね機械を充実させながら人間が住める環境を整えていくというようなサバイバルゲームになります。早速ねもうやっていきましょうか。はい、始まりました。とりあえず降り立った宇宙ポット、宇宙船ポットみたいな感じの中からのスタートかな。メッセージ、そう、日本語対応、 Steam の方では日本語対応チェックついてたんですけど、とりあえずね今デモ版ということで、まだ何カ国語かはありましたけど日本語入ってなかったので、英語の方でねやっていきたいと思います。Welcome to your assigned planet. Your mission is to advance the terraformation. じゃあ早速やっていきますか。ちょっとね、音楽も怪しいし、雰囲気もかなり、太陽かなんかがないのか、かなり暗いな。あそこに、すごいな。まずはね、クラフト、左上にファーストステップ、チュートリアル的なことが書いてあるので、これをこなしていく感じかな。クラフトバックパック T1。でクラフトオキシジェンタンク T1、 これを2つ作って装備しろってことですね。あとクラフトマイクロチップコンストラクションってやつだ。はい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 。でこれがクラフト、これがストレージ、あシードリーマ、んー、なんかなんだろうこれ。スペースフード、スペースフード、あヘルスが50回復するわ。あースペースフード、これはオキシジェンカプセルで、クラフトの方を見ていこうか。オキシジェンカプセル、ウォーターボトル、マイクロチップコンストラクション、マイクロチップディコンストラクション、マイクロチップトーチで、バックパック T1、 あこれがそうだね、オキシジェンタンク T1、 T1 ってティア1のことかな。でとりあえず必要な素材がアイアンと鉄とコバルト、マグネシウム、鉄、この辺取ってこいってか。じゃあまず作ってやっていきましょうか。うわーすごいね本当に。これなんだろう、シリコン、シリコンはいらないけど、あアイアンありました。アイス、アイスはなんか水作るのになんか必要な感じで書いてあったね。これはなんだろう、チタニウム、チタニウムは必要なかったね。アイアンとマグネシウムが欲しいな。マグネシウムどっかないかな。シフトでダッシュですね。まあこの辺はねどのサバイバルゲームでも。で酸素がどんどん減ってってるんだな。マグネシウムない、これなんだろう、あった、この形がマグネシウムだ。ちょっと一回戻りましょうか。あもうインベントリーフルです。よし、とりあえずはバックパック、これを作って装備しよう。はい、でタブキーでインベントリーですね。これを装備、あ4スロット増えましたね、でかいでかい。であとこれだ、これもいける、あいけるね、両方ともできたわ。でこれも装備する。これはオキシジェンキャパシティインクリース、増える、どんぐらい増えんだろう。今100か、ちょっと薄いけど100って書いてありますね。あそれが145になった、45も増えた、結構でかい。で次がクラフトマイクロチップコンストラクション、マイクロチップコンストラクション、これか。シリコン、マグネシウムが2つ取ってきます。ちょっと待って、水がなくなりそうだね、これ作っとこうか。
もう一個作っとこう。アイスは結構あったんで飲んどこうかな。はい、あーいいね、いいですね。マグネシウムとシリコンか。マグネシウムあった。鉄も必要だろう。ダイス、これは水になるんで取ってきたい。シリコン、シリコンがないな。ちょっとだけ広範囲で動けるようにはなっても、あ、シリコンありました。よし、あと1個か。シリコン、あと1個シリコン集めたい。チタニウム、シリコン来ました。これ何？あ、あーなんかいっぱい入ってる。これもらっていきましょう。ちょっと待って、全部持てないか。使いそうな素材もう持てない。一回戻って、あれだね、あれ作っちゃいましょう。コンストラクションってやつ、マイクロチップ、これでよし。うん、でこれを装備しなきゃいけないんだ。はい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 、装備。これ4スロットしかないんだね。もうすぐ装備できなくなっちゃうな。でこれで、あーなるほど、マウスのマウスロールで一応このモードが切り替えられますね。右手で持っているこのガンの、うん。で、はい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 、これか。よし、あー来た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 。ちょっと待って、どこに、どこに建てよう。広い場所がいいよね。よし、ここでいいですね。こんなもんかな。はい、あー立ちました。若干浮いてるか。まあいいか。で次ドアも作んなきゃいけないから、これだね。じゃあいいか、ここに。はい、あー着いた。あ、開きましたね。初めてのお家できましたよ。でクラフト、ドリル、ドリルが必要なんだ。ドリルなんて作れんのかな。ドリル、これだ。チタニウムとアイアン、よし。じゃあチタニウムと、ちょっと待って、お水作っとこうかな。お水1個作っておいて、で食い物、これ飲む、食べるとヘルスが50回復、まだいいか。まあいい、あとチタニウム、チタニウム取りに行きます。コバルト、これマグネシウムだよね。チタニウムってどれだったっけ。これかな、シリコン、あ、これだな、ありました。よし、これでできるんじゃない。できますね。ドリル、あー来た来た来た。これを作ることによって何ができるようになるんだろう。この辺置いとこうか。はい、うん。でこれどうすん、あ、ここになんか書いてある。うん、使い方がわからんな。まあいいや。あとはウィンドタービン、これ作っちゃおう。アイアン、アイアンが1個必要。どの辺に作ろう。この辺に作る。よし、あー、ドリルが、あ、なるほど、ウィンドタービン作ることによってこのドリルが動き始める。ちょっと酸素がない。でこれも食べちゃおうか、1個。でお水も飲もう。よし、で次にクラフト、スクリーンテラフォーミング、スクリーンテラフォーミング、これだ。アイアンとシリコン、じゃあアイアンだけだね、あと。よし、取ってきます。あ、結構いろいろとサクサクできますね。でテラフォーメーションってやつを作って、スクリーンブループリントっていうスクリーンも作って、よいしょ、テラフォーメーション、これだね。ん？どこに？どこに入んのこれは。こうか。はい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 。よいしょ。はい、置いた。オキシジェンゼロ。ヒート。熱もなし。プレスシュア19。NPA。単位が分かんないけど、テラフォーメーション20。あー、これでさっきのあれか。なんだっけ？
17万5000みたいなの出てたじゃない、あれを達成するってことか。リーチ17万5000 TI っていう、この TI の単位がねちょっと分かんないんですけど、でブルーの大気を作り出すってことだね。なるほど、そういうことか。このテラフォーメーションっていう画面を見ながらやっていくんだ。で次に作るのがスクリーンブリーンブループリントだね。ブループリントのこれだ、いけるわ。はい、 OK。 でこれで、あーすごいすごい、なるほど。じゃあ今のところはいろいろとは作れない。あとヒーターっていうのがティア1のやつが必要、これもあったな。これはなんかちょっと見ない感じの素材が必要だぞ。イリジウムかな、イリジウムって読むのかな、これが必要ですね。よし、イリジウム探しに行くか。イリジウム、そう簡単。 あとイリジウムとなんだっけ、アイアンとシリコンとイリジウム、行こう。アイアン、シリコンとイリジウム、あとイリジウムひたすら探すか。シリコンいらん。このアイスはちょっと水になるんで持っていくか。どの辺までいけるかな。イリジウムってひょっとしてこういう風に表面にあるやつじゃない？マグネシウム、これアイアン、アイアン持っていこうか。よし、あとはなんか目新しいものあるか。あんま遠く行けんよな。これは？これアイスか。いや、イリジウムねえな。ちょっと一回戻りましょう。やばい、死ぬかもしれん。やばいやばい。よいしょ、早く戻んないとやばいぞこれ。あ、酸素カプセルみたいなの持ってなかったっけ。これだ、これ使いましょう。あー、よかったよかった、行けましたね。ただ天候が崩れてきたな。これはどうなんだろう、このまま。うお、なんか落ちたな。隕石らしきものが落ちたよ。落ちてる落ちてる。うわー、これはやば。戻りましょう。一回こん中入っても、あ、酸素戻りますね。大丈夫か。ただここに落ちることもあり得る。ここ作るか。よいしょ。あー、一応広くなりましたね。今縦につなげました。じゃあね、作ってみましょうか。まずクラフトステーション、これをこの辺に置くと。あ、いいね。ちょっと見てみようかな。でこれで、あー、作れるわ。やっぱこっちで作れるんだ。オキシジェンタンク2、オキシジェンタンク1が別個に必要なんだ。シリコン、コバルト、マグネシウム、マグネシウム、チタニウム、これはいけそうだな。ん、これなんだ、エクソスケレーションインクリース、イクイプメント。あ、なるほど、装備できるキャパシティが増えますね。これも作りたいな。はい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 。でウォーターちょっと作っとこう。よしよしよし。あともう一個、もう一個作れるのあってね、これこれ、ベジチューブ。これ多分種植えるやつじゃないかな。表と裏が分かんないけど、ちょっとこの辺置いちゃおう。はい、これ多分種でしょう。シード、これじゃない、これではないんだ。これシードだけどね、一応ちょっとわからないですね。まあいいや。じゃあとりあえずタンクとこれを作りたいんで、チタニウム、シリコン、マグネシウム、コバルト、まあとりあえず持っているものを全部持ってこいって感じかな。
しょ。よし。コバルト必要だったね。で、これでタンク2を作ると145のあれからどれぐらいになるのかな。作ります。よし。で、これでこれをこれ外さなきゃダメか。タンク2、はい。あ、200になった。だいぶ違うわ。で、これいらんな。これあっちのあれに入れとこうか。あ、そっか。あとなんだっけ。あとこれですね。チタニウム、シリコン、マグネシウム。インベントリーのあれが上がるやつ。チタニウム、シリコン、マグネシウム。ちょっとこれ入れとこう。あ、これ使えるか。シードイリマっていうの。これいけるんじゃない？これ。あー、いけたいけた。これで、育つとどうなるのか。緑が増えるっていうことか。やっぱ星に緑は必要だからね。あれ、ちょっと待って、何だったっけ、忘れた。チタニウム、シリコン、マグネシウム。よし。あ、また来る。なんか隕石来る。チタニウム、シリコン、マグネシウム。ちょっとヒーターってやつだけ作りたいな。あー、やばい。これってあれかな、拠点に今来てないか。向こうに落ちてるね。拠点に隕石が落ちることあんのかな。ちょっとわかんないけど。はい。今インベントリーが4つでしょ。これが何個になるか。倍ぐらいになってくれば嬉しいけどね。あー、増えた。あ、いいね。倍になったわ、本当に。よし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 。エナジーレベル、あ、これも作りたいな。これも作っちゃおう。あ、いろいろとある。あ、ちょっと待って、ストレージ作れんじゃん。ベッドもあるわ。デスクトップ、あ、ストレージを作りましょう。ストレージ、いろいろとちょっと作れるようになってんな。オッケー。じゃあここに入れていこう。うん、これは持っていこう。で、次にこれ作りたいな。エナジーレベル、これを作りたいので、アイアン、シリコン、マグネシウム持ってきます。アイアン、アイアンとね、シリコンの区別があんまつかないけど、アイアン、マグネシウム、アイス持っていくか。あとシリコン、アイアン、チタニウムじゃなくてシリコン。シリコンのがちょっと暗いね。よし、はい。じゃあこのエナジースクリーン、やっぱこれも下か。そうするとこれ作りたいですね。デスクトップ、これを作りましょう。よいしょ。うん。で、この上にあれを置こうか。エナジー、あー、アイアン使っちゃった。で、電気もちゃんと通ってますね。よし、置きます。やっぱこの上だったら置けんだ。はい、置いた。うん。あー、これで、そっかそっか、なるほどね。電力を生み出してんのとこっちは使ってんのか。240kWh、 タービン2つ、違う、240じゃない、 2.4 か。これで管理するんだ。よし。あー、いいじゃない、ちょうどいいよ、並んで。はいはいはい。そっか、足らないんだな、これ。電源が足らなくなっちゃったから、もう一個作りましょう。じゃ、タービンを置きましょう。よいしょ。この辺に置こうか。あー、いいね。もう一個。よし。
うん、4つついたね。これでだいぶいいんじゃない。ちょっとやばい。よし、しかも育ってるし、ちゃんと育ってんな。これはこれでいいのかな。なんか生み出してんのかな。よし、じゃあね、この辺で終了したいかなと思います。まあね、大体どんなゲームか分かっていただけたかなと。結構ね、面白いですよこれ。どん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 構築していけるのがいい。このグリーンの意味がよく分かんないけど、あ、やっぱそうだ、酸素を生み出してるわ。酸素を生み出してますね。そういうことか。やっぱね、人が生きていくには緑が必要ということですね。なるほど。でね、とりあえずこのヒーターっていうのを最後作りたかったんですけど、これね、必要なイリジウムっていうのかな、これがね、どうしても見つからなかったので、なんか見落としてる可能性もあるんですけど、見つからなかったので、まあ、この辺でね、終了したいと思います。これね、本編出たら、まあタイミングによってはね、やっても、あ、何これ、ニューブループリントレシーブ。ん？なんか取ったな。何を取った今。ちょっとわからなかったけど、あ、これだ。あー、窓付きの壁を手に入れましたね。へえ、そっかそっか、そういうのもできるんですね。まあ一回ね、この辺で終了したいと思います。今回はね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ見に来てください。それでは